いやー前回ね、はい、スケの終わりくんにねまさか急に問題を出されまして、あいつ調子乗ってんの、ね、子さんだからなんなのと言って、ね、出されましたけど、だったらお前も解けよと、はい、僕の家漁ったらこんなものがありましたよ。はい、はい、懐かしい。知ってますかこれ、 DJ ラブからの謎、インフォノーと森のカーニバルですよ。よく残ってたね。いやー2013年にね会場で配布されてた DJ ラブからの謎というものをね、うん、僕実家から取り寄せました。スケ、うん、君のためにフェスとか野外ライブ系の実はセカオはねこういうラブがね問題を作って、うん、マルチ時間とかに溶かしてくれるっていうね、うん、そういうことあったんですけど、うん、これ裏側とかもね当時仮想コンテストとかね、うん、やってまして、うん、最優秀者にはその仮想からインスピレーションで曲をプレゼントするみたいなね、こういうグッズとか裏に実はこんな用紙になってるんですけど、これってスケ君は解いたことないんですか？ないですね。初めて、はい、じゃあやってもらおうか。やってもらいましょうか。僕たち行って解いてますからこれ、はい、解いちゃってる、解いちゃってるんでね、うん、今見たらね忘れてるかなと思って8年前だから、そうだけどさすがに見たら分かっちゃったと思う。今日は珍しくスケ君にカメラにメインで映ってもらって解いてもらおうかなってことで、はい、視聴者の皆さんもね一緒にこれをちょっとはい、考えてください。はい、行きましょう。はい、太郎と花子は同じ目的を果たすために一緒にある場所を目指していた。しかし目的を果たす直前に2人は別れた。2人の目指していた場所は、ここで3文字で別れるって言ったらもうあれですよね。はい、じゃあそれはねメモしていきましょうか。いい、チンチン堂の大人気メニューは、チンチン堂知ってますか？本当はこのアカウントですよね。そうです。あ、大人気メニューはパンタロウの唐揚げみたいな。これでもちょっと無理かも。多分そのチンチン堂ってお店があったんですよ当時。でそこにあったら分かんないかもな、ね、ここにそこにも載ってないから。載ってないんですか？載ってないんですよね、ここに載ってない。だからまあ飛ばしちゃっても、これ飛ばしても飛ばしましょう。小さな文字たちのカッコの中に隠れている音。小さな文字たちのカッコの中に隠れている音。はい。いやー、これは難しいですね。でも、わかりません。飛ばしましょう。はい。わかるところからいかないと。はい。試験と一緒なんで。D。D。ラブのトレードマークといえば？これはね、ピエロですね。3文字なんで。はい。D。E。E。はい。ラブと死闘を演じたのは？これはちょっと難しいかもね。ラブさんと死闘を演じた、戦ったってことですね。じゃあラブさんと、そうあれじゃないですか、緑色の恐竜の人じゃないですか。あ、違うのかな。じゃあ、あ、はい、一応飛ばしましょう。僕たちの文明が奪ったものとは。これはあれですね、スターライトバレーと昔ですね。ダメだからちょっと世界の終わりが地元で通っていたお店の名前は、うん、いっぱいありますね、きっと。何文字ですか？7文字ですね。あ、これあれじゃないですか、この間ロケで行った正面亭。パーキング、矢印、ウォーター。これ地図見ないといけない感じですかね。ウォーターって水ですよね。水だね。どこなんだって感じ。これも7文字です、はい、これ、お二人とも簡単に解いたんですか？うん、さすがですね。やっぱ差が違いますね。あ、そりゃそうだよ。IQ が違う。はい。さあ、スケ君は8問中とりあえず4問答えが思いついたと。じゃあ B からいこうか。お願いします。まあ、さっき言った通りチンチン堂っていうのはね、下手物をね取り扱ってたお店でね、まあ、ここでどんなメニューがあったら、まあ、なんてどういうヒントにしようかな。どういうヒントにしようか。これ言わないとなんで。まあでも最初の物の名前を隠して何の、あとか取れたらいい。じゃあそれでいいよ。ワンじゃないですか。問題の中で、はい、
全部今配られた資料の中で小さな文字ってあると思う、はい、他の文字に比べて小さな文字って。なるほど、この中の格好の中に増えてると。はあ、じゃあこれ漢字もありじゃん。なんて書いてありますか。これは鐘の音って書いてあります。おお、いい、いいよ、やりましょうか。いいはラブと死闘を演じたのは、まあ、これもファンクラブ企画にはなるけど、そうですね、昔戦ってた人がいますね。 DJ ラブチャレンジ、 DJ ラブという企画で、ね、誰と戦ってました、うん、僕知ってるのはフナッシーとガチャピンなんですよね、うん、あー、ヒントとしては、これが何年のライブだったかっていう。そうですね、でももうファンクラブで見れないんですよね。フナッシーがいつ戦ったかと、ガチャピンがいつ戦ったかと思い出しました。フナッシーいつだろうな、いい方だと思うから、フナッシーかな。最後は H ですね。 H パーキングからウォーター、まあそれはお察しの通り、そちらのマップ、会場マップを使います。で、その矢印っていうのは、はい、パーキングからウォーターに行くってことですよね、うん、そうですね、パーキングからウォーターに向かうときに何かありますか。あるのは、うん、バーと、うん、サブステージ、うん、あとアリーナフェアですね。もっと、うん、もっと、もっと最短距離で行っちゃってんじゃないですか。最短距離で行っちゃってんですか、うん、そうするとここにサブステージに映った人魚がいますね。それは大きい、大きいですね。サブステージに映った人魚。これ今僕たち実際歩いたらそうかもしれないけど、はい、マップだからもっと突っ切れますよね。もっと最短距離か。もっとマップだったらちょなんか突っ切れますよね。なんかですね、こう。ここまで言ってわかんないと思う。クロークルーム一応解き終わりましたけど、それ全部言ったら何になります。オムのロの色ってことはどっか違うんですね。オムの、いや、ここは合ってると思うんですよ。ピエロじゃなくてマスクだったりもありますね。マスクだとどうなの。トムの普通の色、うん、おー、そういうことになります、はい、難しいですね、これ。会場内にそうウサギのね、格好したスタッフさんがいらっしゃいまして、その人トムだったんですか。ウサギの、各ウサギの、それぞれのウサギの胸元にネームプレートが貼ってあって、そこの中にトムっていうウサギがいるんですよ。で、そのウサギの履いている靴の色を答えると、お菓子がもらえる。飴かなんかをもらった気がする。ハロウィンだ。トリックアトリート的な感じ。まあ、ささやかなプレゼントみたいな感じで、まあ、そこはちょっともう一度調べましょうか。はい。ということで、はい。はい、いかがでしたか。いや、難しかったですね。あ、難しかったか。まあ、確かに、最終的にトムを知ってないと、そう。その色もみたいになっちゃうけど、まあでもこういうことがあってね、以前はね、こうやって楽しんで、そう。床に這いつくばってね、これでメモして解いてたんですよ、うん、懐かしいね。懐かしいですね。なんか久しぶりに解いてみると、なんかその時の、ね、思い出をなんか思い出して楽しめました、はい、僕たち。そうですね、うん、確かインストメントリーの時もありましたね、うん、ありますね、はい、また残ってたらぜひ、うん、インストメントを調整しましょう。はい、あるといいですね。はい、はいはい、じゃあ挨拶のスケ君バージョンもらっていいですか。以上、クラブファンタジースケの終わりでした。